遺産数理工学の11回目の授業、遺産確率論の話の3回目になります。ですね、今回から2回はですね、この乱択データ構造とアルゴリズムという話をしていきます。はい。で、まあ、この乱択データ構造とかですね、まあ、本来ここに乱択もう一回入れるべきだったかもしれない。乱択アルゴリズムというのは何なのかということなんですけども、まあ、これは乱数を使用しても良いというようなアルゴリズムとかデータ構造のことを指します。でまあ、そういうものをですね、まあ、設計したり解析したりするってことができるようになるというのが、まあ、重要なんですけれども、まあ、それを今回、まあ、基礎的な部分をお話ししていくということになります。勉強していくということになります。はい。で、今ちょっと言ったことなんですけども、まず、乱択アルゴリズムとは。まあ、今日やる話はデータ構造の話ではなくて、乱択アルゴリズムの話になります。で、乱択アルゴリズムとはですね、乱数を用いる、あるいは用いても良いアルゴリズムのことです。まあ、その乱数を用いないアルゴリズムのことを決定性アルゴリズムとか決定的アルゴリズムとかっていうふうに言ったり、あ、この言い方は良くないですね。この言い方は良くないですね。乱数を使わないアルゴリズムっていうのもあるんですけども、まあ一応ですね、なんか、乱数を使うことを許すものを乱択アルゴリズムというふうに呼んだ方が、まあ一応定義としてはいいかなっていうふうに思うんですね。ちょっとまあそこら辺はややこしいんですけども、まあ一応まあ、なんか用いても良いアルゴリズムだと思ってください。これは細かいことですね。はい。でですね、まあ、乱択アルゴリズムと呼ばずに、まあ、よく確率的アルゴリズムとか乱数使用アルゴリズムと呼んだりします。まあ、一応、英語も入っておきましょうかね。ランダマイズドアルゴリズム。で、なぜ乱数を用いるのか。なんか乱数なんていう、そういう、よくわかんないものを使ってですね、いいことがあるのかと言われるとですね、実はいろいろとあるんですね。で、一つ目、アルゴリズムを設計しやすくなる。これはですね、皆さんあんまり直感がわからないかもしれませんけども、あと、乱数を使うことによって、いろんなことがですね、考えやすくなるってことがあります。で、特にアルゴリズム設計しやすくなるということもあります。で、まあ、今日のですね、話、あるいはまあ、今日、と、次回の話ではそういうことはあんまり出てこないかもしれませんけども、まあ、実際はですね、このアルゴリズム設計しやすくなるっていうのが非常に大きな重要なポイントです。ポイントです。で、二つ目、アルゴリズムを解析しやすくなる。これもですね、皆さんあんまりピンとこないかもしれませんし、この2回の授業であんまり扱うことがないかもしれませんけども、まあ、そうですね、乱数を使ってるとですね、から、前回、前々回の、確率を使う話になるので、いろいろとその確率の計算をしなくちゃいけなかったりして、期待値の計算をしなくちゃいけなかったりして、ややこしくなるなっていうような気がするんですけども、実は、そうではなくって、確率を使う方が話が簡単になるってことがよくあります。話して、その解析における話が簡単になるってことがよくあります。で、ちょっとこの側面はあんまり今回、この2回の授業で扱わないんですけども、まあそういうことがあるんだってことは、ちょっと今後皆さんが勉強する中で出てくるかもしれませんので、頭の形に置いておいてもらうといいかなというふうに思います。で、三つ目ですね。乱数を使わないとできないことが乱数を使うとできるということがあります。で、これはですね、非常に重要です。乱数を使わないと達成できないんだけども、乱数を使わないと達成できないことが乱数を使うとですね、達成できるようになる。だから、そもそも乱数を使うということが本質的であるということになります。で、これはまあ割と重要なので、今日の初めの話はですね、割とこの、三つ目の視点に近いということになります。ので、そうですね、そういう形で見ていこうと思います。そうか。で、多分二つ目の話、クイックソートってなるんですけども、それはこのアルゴリズムを設計しやすくなるという、この部分に多分、関連すると思います。はい。ではですね、その二つ見ていきましょうということになります。で、初めはですね、まあ、おもちゃのような例なんですけども、まあ、よくわかるので、そういう話をします。で、まあ、この前進問題という名前つけてますけども、これは私が勝手につけている名前なので、広くこのような名前で呼ばれるというものではありません。ですけども、まあ、わかりやすいのでこれをやっていきます。で、こういう問題です。今、まあ、こういう、有効グラフですね、これ。有効グラフ。まあ、こういうものがあると思ってください。有効グラフ。で、設定はですね、これ、まあ、頂点集合1から N。1から N。だからこの場合、この図の場合、N は10だと思ってください。っていうような、有効グラフがありますと。で、大きな数から小さな数へ向かう辺が必ず存在すると。8と3ってあったら8から3に向かう。
個辺が必ず存在すると。で、行うこと、これです。頂点 N から始めて辺をたどることで頂点1に到達すると。例えば、だから皆さん、想像してほしいのは、この皆さん、この頂点10というところに今いますと。で、この頂点10からはこの9個ですね、辺が出てってるわけですね。で、そのうちの1つを選んで、どっかに行くと。で、それを繰り返す。で、繰り返して、この頂点1に到達するってことをするということですね。で、辺をいくつたどれば頂点1に到達できるかっていうことを考えたいってことですね。だからですね、もちろんですね、この頂点10にいれば、この辺1に、あ、えっと、1、頂点1に、直接つながってる辺がありますから、これを、たどれば、頂点1に、簡単に到達できます。で、気分としてはこういうことを考えてください。今、皆さん、頂点10にいるんですけども、このなんか全体的、このグラフ全体のことはよくわかんない。だからなんか、例えばですね、皆さんなんか、その10というなんか番号がついた部屋に閉じ込められていると思ってください。で、その部屋にはですね、扉がですね、9個あって、で、その扉はですね、を通って、扉を開けて、道を通っていくと、なんか別の部屋、頂点に行けるというような感じです。で、その各ドアはですね、その開けて、歩いていって、その部屋に、別の部屋に到達するまで、どの部屋に繋がっているのかというかわからないというような形になっていると思ってください。で、その到達したら、到達したらもう後戻りはできない。逆戻りできないという形になっていると思ってください。で、例えばこれで6っていう部屋に到達したら、そこにはですね、そこから進める扉が5つあって、そのうちの1つを選んで、どっか別の部屋にまた進むということを繰り返すというふうに思ってください。だからその皆さんはそういうその限られた情報の中で、その頑張って頑張ってこう進んでいくということをしなくてはならないと。で、最終的に出る部屋のない、あ、出る扉のない部屋に着いたら、そこがゴールであると。出口であるというふうに思ってください。で、その時に、この辺をいくつたどることになるでしょうかということです。だから先ほど言った通り、この10って部屋にいてですね、10って部屋にいて、運が良ければ、この 1番の部屋に到達する辺はですね、いきなり引き当てて、うまく1番に行くことができるかもしれない。これラッキーな場合ですね。でそうじゃなくて、なんか運が悪くてですね、このなんか一歩ずつしかこう進めないような、この引き方をするってことは、あるかもしれないですね。で、そうすると、結局、この場合は9歩ですね。9歩というか、その9個の辺を、辿ることになってしまうということになります。で、そういう意味でですね、これは、辿る辺の数というのが、なんていうかな、問題に、を解くためにかかる手間を表しているというふうに思ってほしいわけです。ですかね。で、そう思うと、皆さん、考える、普通のアルゴリズムともうこれしかないでしょうっていう、アルゴリズムは何かっていうと、今その10番とかという部屋にいたら、そこに扉がいくつかあるわけなので、それを任意に選びます。どれでもいいから選ぶと。で、選んだ扉を開けて、辺の先に移動するということを繰り返す。ってことですね。ですかね。で、これはですね、先ほど言った通り、最悪の場合には n-1 個の辺をたどることになりますし、最善の場合、一番運がいい場合というか、その良かった場合は1個の辺をたどるということになるわけです。で、こういう手間のことをですね、よくそのアルゴリズムの世界では、計算量というふうに言ったりするかもしれませんけども、そもそもですね、私あんまりその計算量という言葉を使いたくないので、あんまり計算量という言葉を使いたくないんですが、だからこのたどる辺の数、最悪の場合で n-1個になってしまうわけですね。だからその最悪の場合を考えるっていう立場に立つと、このアルゴリズムって良くないわけです。で、特にですね、この任意に選ぶっていうところは非常に重要なわけです。こういうことがですね、ちゃんとそのアルゴリズム論とかですね、そういうところでですね、しっかりと学んでほしいことがあるんですけども、任意に選ぶっていうことは、選び方によってはですね、非常に悪いことが起こる可能性があるわけです。で、その選び方としては、自分で選んでるんですけどね、例えばこの10番という部屋にいて9個扉があってですね、そのうちの1つを自分で選んでるんですけども、実はですね、この任意選んでた実はその自分で選んでるようでこれ選んでないんですね。何を言ってるんでしょうか、何かもしれませんけども、これはいわゆるその、敵対者論法とかですね、そういう、本来、そのアルゴリズムを学ぶときに、ちゃんと学ぶべき
内容があるんですけども、多分皆さんは勉強してないことがありまして、まあそういうことをですね、ちゃんと学ぶとですね、この任意に選ぶときに、そのなんでこの最悪の場合を考えるんだっていうことは、まあよくわかることにはなるんですけども、だからまあ今、いずれにせよですね、この最悪計算量の意味では、これは良くないアルゴリズムであるということになるわけです。ということなので、でもまあこれ以外にはやりようないでしょうという気はするわけですよね。ですけども、じゃあここで乱数を使ってみましょうということになります。今ですね、この10番という部屋にいるんですけども、そこにはそう9個の扉があるわけです。で、その9個の扉を1応分布に従って選ぶ。だからそのそれぞれの扉を9分の1ずつの確率で選ぶというふうにします。ですかね。で、選んで、辺の先に移動するということを繰り返すということです。で、それで選んで、例えばこの4という部屋に行ったら、4という部屋には3つ扉があるわけです。3つ扉があるので、その場合には3分の1ずつの確率で、その3つの扉を選ぶ。のうちの1つを選ぶということをします。ということですね。で、それでどうなんでしょう。で、この時には、最悪の場合にはやっぱり、この9個の辺を辿ってしまう、n-1 個の辺を辿ってしまうということは変わりませんし、最善の場合にこの1個の辺を辿れて終わるということは変わりません。同じです。だけども、これ1応分布に従っているっていうふうで、従って選んでるっていうふうに言ってるので、例えば、期待値であるとか、そういうその確率的な話をですね、ここではできるようになってくるわけです。だからその、例えばこの最悪の場合、これがどれぐらい起こるのかとかっていうことの確率を見積もったり、最善の場合、これがどれぐらいの確率で起こるのかとかってことも見積もれたりしますし、その、いろんな生き方が、その確率分布に従って選んだときにあり得るんですけども、その時の選ぶ、あと、たどり辺の数の期待値がどれなのか、どれぐらいなのかとかってことが、この乱数を使う場合には議論ができるようになるわけです。で、それ考えてみましょうということになります。で、そうするともしかしたら、この最悪の場合っていうのはあんまり起こらないかもしれないし、ってことがですね、まあ、わかるかもしれない。ということです。で、これ実際にちょっとまたプログラム書いてですね、シミュレーションやってみました。で、この図どう読むか。横軸これ N です。先ほどのこのグラフの頂点数ですね。で、ですね、各 N に対して、100回このシミュレーション実行してます。だからその、一つずつ扉をランダムに選ぶっていうのを実行して、で、こう縦軸はその時に選んだ、辿った辺の数。ここではこのステップ数で書いてますけども、そういうふうに書いてます。で、それがですね、例えばこの N が600の場合、どう見ると、この縦のところに、そのですね、この赤い丸がですね、赤い丸が100個あるということになってます。で、それが一個一個ありまして、で、まあ、だから濃いところはそこら辺に丸が集まっているというふうに思ってください。で、その各、その N に対して、この辺をたどる回数、100回行った辺のところ、たどった辺の個数の、平均がこれ青で書いてあります。青ですね。これ、青って書かれてます。で、これ緑の個数線があるんですけど、これはですね、後で計算する理論値です。理論です。理論的に、何の理論値かというと、期待値の、期待値を数学的に導いたものです。で、これは後でやりますけど、もうこれ、まあ、ぴったりこの青とですね、この緑 は合ってるっていう感じがしますよね。って感じで、まあ、だから後でこの緑を何であるかってことを、実際数学的に、導出するということをします。でですね、まあ、こういうこのシミュレーションはこれできるんですけども、いろいろとまず、なんだろう、これ簡単にできることがあります。先ほど言っていた、N がですね、まあ、大きくなるにつれて、その最悪の場合に辺をたどる回数っていうのは N-1 になるんですけども、例えば N が500の場合、N-1 ってのは499です。じゃあ499回実際にたどっている場合があるかっていうと、この100回中にはありません。実際ですね、この N を1000まで大きくしても、N を1000まで大きくしても、たどる辺の回数、個数として出てきて最大値は、ここに出てきても20です。これ多分ですね、950ぐらい、N が950ぐらいの時だと思うんですけども、その時にちょうど 1回だけ、この20って当たる時がある。っていうぐらいですね。なんかここにちょっとあってですね、これは何だろう。これ、210ぐらいの時にですね、17回ぐらい、当たってる場合もありますので、でもいずれにせよですね、非常に少ないです。だからその最悪の場合は、まず、この100回の試行においては起きていないってことがわかります。で、それが、その、最悪の場合が起きてないだけじゃなくて、全体的にも非常に少ないですね。揃ってる辺の数が非常に少ない。で、まあ、その平均見てみると、なんかこういう風な、なんか緑色のこういう曲線になっていて、でですね、こういう曲線を見るとですね、皆さん、どう思うかっていうふうになると思うんですけども、
これなんかこう、だからどっかで収束してるのかなとかって思うかもしれないですね。なんかこの緑色の曲線、なんかどっかでこの、なんか頭打ちになっていても、これよりも大きいところに行けないのかなっていうような感じに見えるかもしれませんけども、まあこれはですね、この曲線の書き方というか、こういうそのプロットの仕方っていうのは皆さんはですね、いろいろと工夫して書いてみるっていう、ことが必要です。で、これは非常に重要で、何かっていうと、だからまあこういうふうに書いたら、なんかどっかにこうなんか頭打ちになってる、収束してるかなっていうふうに思うかもしれませんけども、今ですね、この横軸をですね、対数軸にします。で、それで書いていきます。こんな感じです。これ対数軸。これ対数軸って何かっていうと、先ほどから1、2、3、4、5、6っていうふうにその等間隔に、メモリを取っていたんですけども、この横軸をこう対数軸じゃないかっていうと、1、10、100、1000って、こういうふうにその、取るということですが、こういうのをその対数軸って言いますよね。で、横今、の対数軸にしてます。で、縦は先ほどと同じままです。で、そうすると、まあ、この1から10の間、この対数で取っているので、この間隔がですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10のこの間隔が、まあ、こういうふうに変わってくるということになります。ですかね。で、見てみると、これ先ほどと同じ、データに対して、プロットの差が変えてるだけですけども、この理論の、この、先ほど曲線だったものが、こういうふうに、これで見ると、これ直線になっているとわかります。で、そうするとですね、これは、どっかになんか収束しているようには思えないですよね。思えないですよね。だから、何かっていうと、この前の、この曲線、これは、なんか対数関数のように増加しているんじゃないかっていうふうに思えてきます。だから、どっかが頭打ちになってるんじゃなくて、これはこのなんか対数関数であって、これは対数関数だとすると、これ n 無限大にしていくと、これ発散しますから、頭打ちになってるわけではないということになります。で、それ頭打ちになっていないなって気分は、この対数軸にとってみると分かると。だからですね、皆さんこういうなんかその よくそのなんか実験してグラフ書くとか、こうプロットするとかってことをやると思うんですけども、軸の選び方っていうのは非常に重要です。で、勝手にですね、見た目で収束しているなと頭打ちになっているなとかっていうふうに判断するというのは、これは合理的な判断ではないです。で、まあ、いろんな軸を取ったりとか、まあ、いろんな分析をですね、通して、これもその軸を変えて、見た目で判断してからいけないんですけども、まあ、実際にですね、その、まあ、いろんな、解析を通して、解析、分析を通して、どのようにこの増加してるのかとか、どのような形の、関数形をしてるのかってことを考えるってことは非常に重要なので、まあ、これはですね、まあ、データの見せ方とかですね、可視化とか、可視化とかですね。の観点で非常に重要なので、そういう観点は大事にしてください。で、この図で割と時間を使ってしまいましたけど、つまり、対数関数的に、この、平均ですね、増加してるんじゃないかというふうに、まあ、思えるというのが、このシミュレーションからわかるということです。で、実際に今から、この数学的にですね、示していきたいのは、この、実際に、この、ランダカアルゴリズムですね、これがたどる辺の数の期待値は、hn-1 になりますということを今から証明していきます。で、h ってこれ何だったかっていうと、これは、第9回目かな、の授業の時にやったもの、これ調和数ですね。調和数で、1足す2分の1足す3分の1足すというふうに足していって、最後が n-1 分の1になるというのがこれです。で、これはですね、まあ、見た目で言うと、まあ、ログ n ぐらい。であるってことも、この第9回の授業の時に言ったと思いますし、まあ、演習問題だったと思います。ということで、まあ、これがその、期待値になるということがわかると。で、実際に、まあ、これをプロットしたのが前のページの、まあ、これだったと。あるいは、これですね。この緑色の線だったということになります。はい。ということで、これ今から、だからこう証明してきます。で、どうやるかなんですよね。で、これ期待値を計算するって言ったんですね。で、まあ、いろいろと重要なことあるんですけども、やっていきます。ですね。そのためにですね、今からやるのは、全化式を導くってことをします。で、任意の k、今その、に対して、次の確率変数 rk というのを定義します。それは何かっていうと、頂点 k から始めて、頂点1へ到達するまでにたどる辺の数を表す確率変数です。だから本来は、こうだから、n、から、まあ、スタートするわけなんですけども、その途中の段階 K とか、その K っていうところにいる状況を考えて、そこから1まで何歩かけますか。
かかりますかってことを、この確率変数 RK で表しているというふうに思ってください。だからこの K が N の時が、我々の、知りたい、考えなくちゃいけない確率変数。だから、知りたいものを書きますね。最終的に知りたいものっていうのは、RN の期待値です。N からスタートしたときに、辿っていく辺の数の期待値です。で、それを導くために、この RK っていうのを使うということをします。はい。で、じゃあ、この RK の期待値を考えましょうと。じゃあ、まず、これ R1 の期待値は1です。なんでか、あ、すいません。期待値は0です。なんでかっていうと、1という場所にいたら、もうすでに、1にいますから、辿る辺の数は0だということですね。これは OK ですね。じゃあ次。じゃあ、K が2乗のときどうなるか考えましょう。で、ここから、全化式に導きます。で、これが重要です。これが重要って何かというと、この式自体が重要なんっていう意味じゃなくて、この式を導くための考え方が重要です。考え方が重要です。で、どう考えるか。今ですね、その K という頂点にいる状況を考えているわけです。ですかね。で、最終的に1という頂点に、向かうんですけども、この K から出てくこの辺を、1つ選ぶわけです。で、1つ選んで向かった先、次の先っていうのは何であるのかってことを、考えましょうと。で、その次の頂点を今、i と書くことにします。ですか。で、この i によって倍分けをするってことです。だからその、何が考え方として重要かっていうと、一つ次のステップを考えます。で、その次のステップにおける状況を考えて、その状況によって倍分けをするっていう考え方です。考え方です。ですか。で、そうするとじゃあ何かっていうと、k からまず i に向かっていく辺を選ぶ確率があるわけです。で、それに対して今、この、期待値を考えているわけですけども、その期待値は、この条件のもとで何になるんですかってことを書くわけです。で、それはここです。ですか？頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶという条件のもとで、この、確率変数の期待値は何でしょうって、この条件付き期待値がここに出てきます。じゃあ、これ条件付き期待値ですね。で、確率を扱うときのいろんな状況において、前回はあんまなかったかな、前々回かな、もう今あるんですけども、この条件付き確率とか条件付き期待値っていうのをちゃんと使えるとか、使いこなすことができるっていうのは非常に重要です。で、これは、私が今まで見てきたところによると、かなり皆さんが苦手なところです。で、これをしっかりとやってほしいと思いますね。で、今、もう一度言うと、この頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶという条件のもとで、今考えている、確率変数の期待値は何でしょうということを考える。で、その、今、この i によって倍分けしてますから、i が1から k マイナス1までをこれ足すという形になって、この等式が得られるということになります。いいですか？で、あとはですね、もうこの条件付き期待値と、この確率が何なのかということを考えるだけです、ほぼ。それをやっていきます。そうすると、この、頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶ確率っていうのは、i に依存しません。これ一応分布によって選ばれますから、これ k マイナス1分の1です。ですね。この確率は k マイナス1分の1です。で、ここです。頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶという条件のもとで、rk の期待値は何でしょうと。で、そうすると、今、k から i に向かう辺はもう選ぶってことが条件のような入ってるわけです。で、そこから、1に向かって、あといくつ選ぶでしょうということを考えるわけです。で、そうすると、まあ、K から i に向かって辺は、これも一つ選んでます。で、その後 i から1にはどんだけ辺の数選ぶのかっていうと、それは ri を選ぶわけです。それはこの rk の定義からわかります。ですね。i から始まって1に行くまで何個辺を選びますかということを言ってるわけですから。ということなので、ここに書かれている期待値は、1プラス ri の期待値です。いいですか？いいですか？で、まあこの1は前に出すと、その期待値の線形性から、これは1プラス e の ri
になりますから、だからまあ、つまりこの1をですね、ここで k 引く1回足してるということになります。ですね。ということなので、あ、これが書いてありましたね。ということなので、これはこういうふうに、書き直せると。これ1が k 引く1個あって、k 引く1で割ってますから、これ1が出るけど、ここに。で、k 引く 1i に依存しませんから、シグマの前に出してると。いう形でこうなると。ですかね。で、そうすると、これは、rk の期待値を ri の期待値の和を使って書いてるって形で、これは全化式になってるわけですね。そんな、この i っていうのは、k よりも小さいから。この和においては。いいですか？という形で、我々ここで全化式得られたということになります。だから、あと、この全化式をですね、解けばよいということになります。よろしいですか？ここまで。ということで、今からやってくるのは、ここで得られた全化式っていうのを解くということになります。で、全化式もう一回書いてみましょうと。こうですね。その、rk の期待値っていうのは、k が1の時には0で、そうじゃない、k が2以上の時にはこれですよと。で、この部分が、その、再帰的に決まっていくと。再帰的にその小さい方でもうすでに決まっているということになって計算ができますねということになります。よろしいですか？で、まあ、この解き方はですね、いろいろとあるとは思うんですけども、ちょっともう、少し一般的にできるように、まずこれ、変形していこうと思います。ですね、じゃまずこの k が2以上の時、この k 引く1分の1、これちょっと、これが扱いにくいので、両辺 k マイナス1倍しましょう。そうするとこうなりますね。これ、計算しただけです。これ k が2以上の時ですね。こうなります。よろしいでしょうか。で、今これは先ほどの最後の式と同じ式です。で、このですね、和も嫌なんですね。で、この和を消したい。和を消したいんで、このですね、k を一つずらしたものを作ります。この k を、k 引く1にしたものを、これ作ってます。そうすると、成り立つ範囲が変わってきて、これ重要ですね。成り立つ範囲が変わってきて、k が3以上の時にこのずらしたものが成り立つことになります。で、どこをずらしてるかっていうと、この k が k-1 になって、だからそうすると k-1 が k-2 になると。k-1 は k-2 になると。で、この k-1 も k-2 になると。こういうことですね。で、形で下の式が、ここも変わって成り立つということになります。一つ言っておきますね。こういうその、こういう式がどこで成り立つのかってことをしっかりと追っていくってことも、これも重要です。なんでですね、こういうことを言うのかっていうと、こういうことをですね、皆さん、忘れがちというか、意識しなさすぎだからです。だからちゃんとこういうのを意識するようにしてください。はい。それで、今これができました。で、これを、どうするかっていうと、上から下を引きます。上から下を引くと、この2つの式が共通で成り立っているのは k が3以上の時ですね。だからその時にこの式ができるということになります。で、そうすると、左辺の方はここからこれ引きますから、これそのまま出てくるとなりますね。で、右辺の方はまず k-1 マイナス k-2 をすると、1ができます。で、この和の部分、上から下引くと、この、添え字が k-1 までか k-2 までかだということが違うので、k-1 の部分だけが残って出てきます。いいですか？で、この式ができます。で、そうすると、これ何がいいかっていうと、ここに出てきているその確率変数の期待値のこの確率変数は、rk か rk-1 だけなんです。だからこれは二項完全化式になるわけです。ちょっと書きますと、こんな感じになります。こうですね。で、これは、もう簡単な形ですね。erk イコール k-1 分の1プラス erk-1 なので、これは簡単に解けると。ということになるわけです。もう一度ちゃんと言いますけども、この式が成り立つのは、k が3以上の時です。ですね。ということなので、k が3以上の時に、この式が成り立つということが分かったので、まあ、だからこの k をですね、一つずつ小さくしていくと、こういうふうになんか、足されるものがこう増えていくということが分かるわけです。で、これまでずっとやっていくと、最終的に、この式は この式は、k が3以上の時に成り立つので、ここが、e の r になった時に止まります。で、e の r にこれ我々知りません。で、我々知らないので、これ計算する必要があるんですけども、a の r に、e の r にっていうのは何なのかっていうと、これは、1プラス e の r1 になります。なんでかっていうと、これ元々の全化式ですね。ちょっと戻りますね。元々の全化式。それはですね、この式ですね。この式を使うとわかると思います。この式の k に2を入れると、1プラス1かける e1。になるわけ、e の r1 になるわけです。ですかね。ってことで、もう一度いきますと、この式ですね。となって e の r1。これ0でしたから、1になると。で、これ分かると。そうですね。
ということで、この和は、H の K マイ、HK マイナス1になるということが分かりました。1、2分の1、点点点、K マイナス1分の1ということですね。で、まあ、これは、この置き換えていくということを繰り返すことによって、この証明してますけども、まあ、本来というか厳密には、まあ、数学的の方で、これ、証明すべきことであるということになります。で、もう一度言いますね。これは K が3以上のところで成り立つものになってます。けども、実際、先ほど計算した通り、K が2の場合、これは、1なんですけども、これは、H1 と等しいですよね。ですね。ってことなので、実際は N が2以上の時にこの式成り立つということになります。ということで、証明ができたということになります。よろしいでしょうか。ですね。だ、ということが分かったので、まあ、じゃこれをもってもう一度、先ほどの図を見てみると。こんな感じですね。そうすると、やっぱりこの緑色の線っていうのが、その HN-1。調和数を、この横軸を、対数軸にとって書いたものになっているということになるわけです。で、もう一度ですね、確認すると、だからこれがたどる辺の数の期待値なわけですね。で、もう一度言うと、最悪の場合っていうのは、この n が、最悪の場合にたどる辺の数っていうのは n-1 になり得るんですけども、そんなことは全然起きないということが、ここからわかるということですね。で、特に、まあ、多くても、まあ、n が1000まで増やしても、この100回やった中では、20ぐらいまでしかいかない。20までしか、大きくならない。だから、実際は、このすごく、小さな値ですね。この、たどる辺の数が小さな値のところで収まってる。だから、大きくなる。たどる辺の数が大きくなる可能性、確率っていうのは非常に小さいんだってことが、このシミュレーションからはわかります。で、それもですね、ちょっと数学的に考えてみましょうと。で、それはですね、期待値を知ることによってできるっていうのが素晴らしいことだったわけですね。で、それはですね、前回、じゃ前々回かな？まあ、前回もやりましたね。で、でも、やったことなのですけども、ここでも、このアルゴリズムに対してやってみましょうということをします。期待値があると何が分かるのかっていうと、まあ、だからそれが分かったからといって、アルゴリズムがそれだけの辺の数しかたどらないとは限らないわけです。先ほど見たみたいに、こう、上下するわけですよね。だけども、期待値が分かると、マルコフの不等式が使えますと。で、マルコフの不等式何度も出てますけども、もう一回、復習をすると、間違えましたね。確率ですね。確率が、z が t 以上となる確率が、t 分の z の期待値以下であると。まあ、z は、皮膚の値を取る確率変数で t は、0よりも大きい実数ですね。ってことだったと。で、そうすると、これがあるので、このです、いう確率考えましょう。つまり、この rn という確率変数が、今計算した期待値の2倍以上になってしまう確率っていうのを考えましょうと。で、そうすると、このマルコフの不等式から、これが出てくると。ですね。で、今、この期待値 HN-1 になってますから、これ計算すると2分の1になると。だから、何かっていうと、たどる辺の数が期待値の2倍以上になる確率は2分の1以下ですよ、と。だから、余事象を考えると、たどる辺の数が期待値の2倍未満になる確率っていうのは2分の1以上ですよ、ということになるわけです。ですかね。そうすると、実際に、すごく、たどる辺の数が大きくなってしまうってことが起きにくいんだってことが、まあ、ここからわかるわけです。ですかね。ただですね、まあ、この計算でもいいんですけども、まあ、この計算だと、この2分の1っていう感じしか出てこないので、強。で、なんか2分の1以上っていうのが、まあ、大きな確率なのかどうかってことは、ちょっとこれは主観によるかもしれませんよね。だから、もう少しここではですね、このチェルノフ状態の技法を使って、精密な、解析をしてみたいと思います。で、そのためにですね、今からやるのはこれです。この Rn っていうそのたどる辺の、数を、数える確率変数ではなくて、それをその2の型に乗せた2の Rn 乗っていう確率変数を考えてみましょうということをします。で、これが重要ですね。で、こういうのはそのチェルノフ状態の技法を使うときによくやっていたことになるわけです。で、今から何を証明するかっていうと、これがですね、
この2の R 形上の期待値、これが K になるということ、これを証明します。これを証明します。いいですかね。で、これが分かると何が分かるのかと。そうすると、例えばですね、これをやりましょうと。RN が、まあ、これ定義なんですけども、ログ2の N の2倍以上になる確率はいくつでしょうと、と考えます。で、そうすると、これはですね、この左辺、右辺を2の肩に乗せたもので、この比べる場合の確率と同じであると。これはその、こういう場合に、議論何度もしてきたと思います。そうね、この、指数関数が単調増加ですからね、これが成り立つと。これなんですと。で、この2の2ログ2 n 乗。これは n 次乗です。これ、パッと分かってほしいんですけども。これパッと分かんないかもしれないので、ちょっと書きますけども。2の2ログ2 n。これは、2のログ2の n 乗の2乗。で、この中身が、これが n なんです。ですね。だからこれ n の次乗です。ですね。いいですかね。ということで、n の次乗になります。で、ここでマルコフの、ここで、ここ、これに対してマルコフの不等式を使います。で、そうするとこれが出てくると。n の次乗が分子に出てきて、分母に出てきて、分子は2の rn 乗の期待値と。で、今この2の rn 乗の期待値は n である。というふうに、この上の証明したいことが言えれば出てくるので、ここは n 次乗分の n です。n です。だから n 分の1になると。つまり、多動辺の数が2ログ2 n 以上になる確率は n 分の1以下ですよということになります。ですね。だすると、多動辺の数が2ログ2 n 未満になる確率は1マイナス n 分の1以上です。で、これは非常に大きいですね。1マイナス n 分の1以上ってのは多い。これ特にその n を無限大に飛ばすと、これ1に行きますから、何かっていうと、もう、2ログ2n をたどる辺の数が超えるってことはもうほぼないと思ったので構わない。特に n が大きくなっていくと。n が大きくなっていけばなっていくほどそういうことは起きにくくなっていくということになります。いいですかね。で、こういうのをですね、高確率でっていうふうに言ったりします。だから何で言ってるかというと、その数学的に高確率であるっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、その N とかそういうなんかパラメーターがあって、それを無限大に持っていたときに、その確率が1に近づくこと。で、高確率でと呼ぶことにします。だから先ほどはその、ってこれですね。ここで、これ前のページ。ここでは2分の1しか出てこなかったので、これ N をどんだけ大きくしても、ここでは2分の1以上であるということしか言えなかったんですよ。だけども、この2の RN 乗っていう期待値や、確率変数を考えることで、N を大きくすると、この確率が1に近づいていくってことが言えるようになります。まあ、この確率って言ってる確率はちょっと見た目が違うんですけども、まあ、これは、ちょっとこの係数をですね、いじれば、同じことが言えるので、まあ、本質的には変わらないと思ってください。いずれにせよ、今からやりたいことは、この、2の R 形乗という確率変数の期待値が K であるということを証明すると。で、それによって、この 1-N 分の1以上の確率で、たどり辺の数がすごく小さくなるんだってことを言えたということになります。じゃあ、この証明したいこと。これを証明していくと。こういうことをやっていきます。はい。じゃあ、先ほどと同じような手順で進めていきます。まず、2の R1 乗の期待値を考えます。で、そうすると R1 っていうのは、いつでも0でしたから、これは2の0乗、つまり1になります。ですね。で、2の R2 乗の期待値なんですけども、これ R2 っていうのは実はこれいつでも1です。なんでかっていうと、2っていう、その頂点にいたら、そこから出ていく辺1個しかありませんから、その、確率的に選ばまいが、必ず一歩で、1に行ってしまうわけです。だから、この R2 っていうのは確率的には決まら、確率的に決まってると思ってもいいんだけども、そうじゃなくてもこれ1なんです。だからこれ2の1乗です。だからこれ2です。だからここまでは、まあ、すぐにわかると。ですね。ではですね、じゃあ K が2以上の時、なんでこれ計算したのかっていうのもあるかもしれない。これ後でまた、いるのでこれ先に計算しました。で、K が2以上の時、先ほどと同じように、
全化式を作りましょうと。で、そうすると、ここに書かれている式は、先ほど考え方が重要というところで言った式とほぼ同じです。で、どこが違うのかっていうと、ここに出てきている確率変数が違うだけです。いいですか？いいですか？で、そうすると、次の等式、こう見たいんですけども、この後ろの確率、頂点 K から頂点 I に向かう辺を選ぶ確率、これは K マイナス1分の同じですね。よろしいと。で、ここの部分。この条件付き期待値なんですけども、これは、RK が1プラス RI になるっていうのも同じです。いいですね。ということなので、この2の RK 乗が2の1プラス RI 乗になるということになります。で、それの期待値です。いいですか？ですか？この RK が1プラス RI と等しいというのが重要ですね。いいですね。で、こうなります。で、そうすると、今、これ2の1プラス RI 乗なので、これを書き換えると、2×2 の RI 乗になります。で、期待値の線形性から、この2は、期待値の前に出せます。出しましたと。こういう形になりますね。で、そうすると、この I に依存しない2と K マイナス1分の1をかけたものは、シグマの前に出せるという形になって、こういう式が最終的に出てきます。ですね。で、そうすると、これは2の RK 乗の期待値が2の RI 乗の期待値の和を使ってかけたという形になったので、これで全化式が得られたことになるわけです。いいですか？いいですか？で、この全化式と期待。では、ちょっともう一度全化式何なのかってことをちょっとまとめましょう。こんな感じですと。K が1の時には2の RK 乗の期待値は1で、そうじゃない場合はこの形の式で得られているということですね。で、これ解きたいと。まあ、ちなみに、E の、2の R の2乗は、これは2であると。ですね。はい。で、じゃあどう解きましょうかと。そうすると、これもやっぱり先ほどと同じようにですね、この K 分の1邪魔であるってことと、この和が邪魔であるっていうふうに思うので、それを消すように、ちょっと変形していきましょう。まず、両辺 K、いく1倍したのはこれです。そのままですね。で、先ほどと同じように、ずらしたものを作りますと。K を K、いく1にずらすと。したのはこれで、その時には、この範囲も変わってくると。いうことですね。ですか？で、上の式から下の式を引きましょうということをします。そう、これが出てきます。これですね。これが出てきます。で、もう少しちゃんと見てみると、こちら側は k-1、2の rk 乗の期待値、k-2 の2の rk-1 乗の期待値。だから、こちらのままですね。左辺から左辺、左辺、下から、いや、上から下を引いたもの。で、右辺の方どうかっていうと、これも、先ほどと同じで、この和のが、範囲が、K-1 までのものと、K-2 までのものがあるので、K-1 の場合だけは残って、これが出てくるということになります。ですかね。そうすると、これ整理しまして、これ、2の RK-1 の期待値、こことここにありますから、これ右に持ってくると、係数が K になって、K-1 だとこうなるということですね。なんか消え方が変わった。すいません。消え方がコール。すいません。ということになりまして、この式ができます。で、そうするとこれはですね、また二項完全化式なわけです。ただちょっとその、前に、K に依存するものをついてるのはちょっといやらしいんですけども、まあこれはですね、先ほどと同じように、この順番に、この K マイナス1を K マイナス1というのかっていうのを一つずつ押していくと、こう前に行くのがこうついてきます。ついてきますね。で、これが、この、数字が2になるところまでできるということになります。で、そうすると、この前の部分にこういうのがですね、集まってきて、これ、掛け算でこう、ついてくるということになります。で、そうすると、この K-1、これ共通性からこれは、相殺すると。で、その相殺がどんどんこう続いていってですね、3まで消えるということになります。で、残っているのはこの K と2と2の R2 乗の期待値です。で、2の R2 乗の期待値っていうのは何だったかっていうと、これは、初めに計算したんですね。だからこれ出るか。出てくるから計算したんですよ。これ2です。ということで、この2も消えるということになります。だから残るのは K だけということになって、2の RK 乗の期待値が K になるってことが、K が3以上の時には言えました。ですね。で、K が3以上の時には言えたんだけども、実際これは K が2の時、1の時にも成り立っているので、まあ、全体として正しいと。また、ちゃんと書いた方がいいですね。K、1、2の時も、2の RK 乗の期待値は2の K 乗であったと。
ということで、証明終わるということになります。よろしいですか？はい。じゃあ、まとめをしますと、この全身問題については、乱数を使わないアルゴリズムを考えると、最悪の場合には、たどり辺の数 n-1 になってしまうんですけども、乱数を使うアルゴリズムを考えると、期待値としては、hn-1 というクラスでぴったりと求まると。たどり辺ですね。で、高確率で、成り立つ話としては、たどり辺の数は、まあ、6L のオーダーにしかなりませんよ、と。いうことが分かったと。そういう意味で、乱数を使うことによって、乱数を使わない場合に、できなかったことができるようになったということになるわけです。はい。よろしいでしょうか。では、この全身問題の話はここで終わりになります。はい。では、続いてですね、このランタククイックソートという話をしたいと思います。いわゆるこのソーティングとかですね、整列問題というもの、これ皆さん、勉強したことあると思います。まあ、アルゴリズム論であるとか、プログラミングツール論かなっていうところで、勉強したことがあると思いますけども、まあ、どういうものだったかってことを、ちょっとここで、こういう問題として書いています。入力としては、異なる N 個の数からなる配列が与えられるとします。ここではですね、異なるものとします。同じ数値が、ある場合も考えることがあるんですけども、そうするとちょっと話がややこしくなるので、ここでそこと考えないことにします。異なる N 個の数値、数からなる配列があるとします。ただこのラージ A、これ配列だと思ってください。で、これを並び替えます。で、並び替えて、この小さい順になるようにしたいと。なんていうの、これ小順っていうんですかね。あ、ちょっと漢字が書けなかった。もう一回、すいません。標準にするということですね。だから、で、これをしたいですね。だから、例えばこの83517924っていう数列があったら、数列、配列があったら、それを12345789というふうに並び替えたいということですね。ですかね。で、これはそのアルゴリズムにおける基本的な問題、まあ、情報処理における基本的な問題になるということです。で、これやりたいとですね。で、ただこの A プライムっていうのは、その並び替えられた結果、であるというふうに思ってるんですけども、まあ、それと同時に、この A というものの一番小さいものが、A の中で一番小さいもののことを A1 プライムと書いたり、一番大きいもののことを AN プライムと書いたりするというふうに思ってください。はい。で、クイックソート。すいません、ちょっと待ってくださいね。これ、順番書いたつもりだったんですけども、基本的な考え方ってのはこういう形になります。クイックソートっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、ここで復習をしましょうということですね。再帰によってソーティングを行うアルゴリズムの一つです。で、これはですね、すごく考え方は単純で、よろしいというものです。で、何かというと、A から要素を一つ何でもいいから選択します。で、それをですね、ピボットと言います。まあ、英語でピボットですね。ピボットと言います。で、このピボットを使ってですね、この A を3つの部分に分割します。で、ピボットは今 P と呼ぶんですけども、ピボットよりも小さい要素からなる配列のことを A1、大きい要素からなる配列のことを A2 と呼ぶことにします。ですかね。うん。それで、この2つを最適に選定します。2つっていうのは、この A1 と A2 を最適に選定します。で、その結果を A1 プライム、A2 プライムとして、A1 プライムと P と A2 プライムもこの順に連結して出力するということにします。で、ちょっと言葉ではちょっとわかんないので、ちょっと例をやりましょう。ちょっと例を先にやるつもりだったんですけども、ちょっと順番がごっちゃになりました。まず、じゃあ、こういうようなこれ配列が与えられるとします。これ今、これ A です。入力の配列です。で、先ほど言った通り、適当にピボット一つ選びます。で、これまあ、どうでもいいので、どれでもいいので、例えばこの先頭の要素を選ぶとしましょうと。で、やるのは何かっていうと、だから今これが P です。で、何をするかっていうと、このピボットよりも小さな値、小さな数値からなる配列と大きな数値からなる配列を作りますというふうに言ってました。で、それはこれですね。こんな感じです。だから、で、これは、だから、この左側が A1、右側が A2。で、真ん中にあるのはこれはピボットだと思ってください。で、先ほどのアルゴリズムの説明で言ったのは何かっていうと、この A1、A2 を再帰的に今の方法でソートします。だから再帰的にって言ってるように、この A1 からまたピボットを選んで分割する。A2 からピボットを選んで分割するってことをやります。例えば、A1 から1を選んで分割すると。
こんな感じ。だからこれは今分割したら、この H の方ですね、この左の方は何もない空配列になっているというふうに思ってください。で、B の方に24が残ると。で、24のところで、また、一つピボット選んで、大きい大きさの方で選ぶ。で、要素がですね、一つになったら配列が、ここで、この、操作ストップします。で、これで、まあ、この左側の方は終わったと感じになります。で、右側の方をやっていきましょうと。で、まあ、8を選んで2つに分けましょうと。こんな感じになると。で、7の方、これ1個になったからもうおしまい。右の方まだ残ってるので、10を使って、10をピボットとして分割しましょうと。で、そうするとこうなると。そうすると、これ今残ってるのが全部、1つずつの、要素しかありませんから、これで全体が終わります。で、そうすると何がわかるかっていうと、今この19、13、で、この部分は9、10、13と、ここで、はい、整列ができました。で、そうすると何かっていうと、この上の部分、この8、10、7、9、13っていうのも、7、8、9、10、13と見ることによって、これで整列ができましたと、となります。で、左の方も1、2、4っていうところが、1、2、4と、ここで、この、整列できましたということになります。で、1、2、4整列できまして、8、9、8、10、7、9、13も整列ができたので、それとこの5をつなげて、全体として、こういう、整列ができましたというふうになるということです。よろしいでしょうか。で、この最終的に得られたものが A プライムとなるということになります。よろしいでしょうか。で、そうすると、まあ、このようにですね、このどのピボットを選ぶのか、ピボットを選ぶのか、今これ先頭の要素とピボットとして選ぶっていうふうにしたんですけども、まあ、ここによってですね、いろいろとそのアルゴリズムの動きが変わってきたりする可能性があります。あとですね、この A1、A2 っていうのをどのように作るのか、今、その H、A には満たす性質は言ったんですけども、今、この、これがですね、この作った時に、1、2、4とこう並んでる必要はないわけです。この5よりも小さいものを、集めてきてるだけ、なので。ということなので、まあ、そこら辺にいろんなこう任意性があるわけです。で、そこのピボ、クイックソートっていうのは、この、今言ったそのピボットの選択法であったり、H、A にをどうやって作るのかってことによって、細かな実装が変わったりします。で、まあ、今日はこの AHN の作成法についてはあんまり言わないんですけども、ピボットの選択法として、まあ、よく使われるものとしてこう3つ挙げました。1つは先ほどの例でやったような方法で配列の先頭の要素をピボットとするような方法です。で、他にもですね、この配列の先頭の3要素の中央値をピボットとするっていう方法もあったりして、まあ、なんでこれがいいのかとかっていうことを言うと、ちょっと話がややこしいので、ここでは割愛します。で、3つ目。これ今日出てる話なんですけども、配列の中のランダムな要素をピボットとするという方法です。だから今この A っていうこの配列がこうあるんですけども、例えばここに N 個数値があるとしたら、一つ一つの要素がピボットとして選ばれる可能性があるわけです。で、それらが選ばれる確率がどれも N 分の1であると。いうのが、この3番目の方法です。ね。各要素が選択される確率は同一ですね。で、ちょっとじゃあこれ実際にちょっと書いてみましょう。こんな感じですね。まあ、適当な疑似コードです。こんな感じです。まあ、A という配列を、入力に取ったクイックソートですね。で、まあ、A の長さが0だったらもうおしまいとですね。で、そうじゃなかったら、P というのを、今言ったみたいに A から、1を分布に従って1つ数を選んできます。その選ばれたものはこれ P であると。で、ここでの実装では、A を P から取り除いて、A の、それ以外の各要素に対して、E が P よりも小さかったら E を A1 に付け加えて、そうじゃなかったら A に E を付け加えるということをすると。かね。で、最終的には H をクイックソートした結果と P と A2 をクイックソートした結果をこの順で、連結して出力するという形になると。いいですかね。で、ここではですね、この6行目のところで、この各、A の各要素 E に対して、この G、この G という、文字を出力するようにしています。で、これは何かっていうと、まあ、言うなればですね、ここでこの比較をしているんですね。比較をしている。で、この比較1回に対して文字 G が1回出力されるって形にしてます。つまりこれ最終的にですね、これを実行したときに出力される G の数っていうのが、この比較回数になります。でですね、まあ、これ後で言うんですけども、この相当整列問題を考えるときには、この比較回数っていうのを小さくするってことをよく考えます。ので、まあ、それをここではカウントしたいと。
数えたいという気持ちで、この G を出力していると思ってください。はい。で今、ここでは、まあ、こう適当な二次コードがあったんですけども、ちゃんと動くものを書こうと思ったら、まあ、こんな感じなの。これ、Ruby で書いてますけども、まあ、こんな感じで同じ、アルゴリズム書けます。ということになります。はい。なんか、いちいちここで、A1、A2 っていう、配列を導入したっていうのがあんまり、メモリー効率良くないんですけども、まあ、わかりやすさの形でこういうふうにしてます。はい。うん、この A から P を本当に取り除くとかいいとか、いいのかとかいうこともあるかもしれませんけども、まあ、こういうふうにしてます。で、数えてるのは、ここの同じですね。この、E が P よりも小さいかどうかってことを、数えてるっていうその比較の回数を数えてるという形になってます。よろしいでしょうか。だから、まあ、この、ここに書いてある、この、11行、そのままコピーしてもらえば皆さんも、クイックソート、動かせるということになります。あ、そうか。で、この、A.sample、これがその Ruby ではですね、A という配列から一つの要素を、一応、分布に従って持ってくるということを表しているつもりになっています。はい。はい。で、今言った通り、この出力される G という文字の数がこの比較回数になります。で、ここでは比較回数に注目します。で、他にもですね、その、ソーティングアルゴリズム、ソートのアルゴリズムに対して、いろんなことに注目することがあるんですけども、例えばですね、この移動回数ですね、要素を移動した回数とか、領域量、入力配列以外に用いた変数とか、その、領域の量っていうものを数えることもあるんですけども、ここでは、まあ、それらは行わずに比較回数だけに注目しましょうということにします。で、そうすると、実際にその出力される G という文字の数であったり、比較回数っていうのは、その使われる、その乱数というか、その乱数によって選ばれるキーボードによって変わってくる可能性があるわけです。ということなので、今ですね、ここですね、段卓クイックソートにおいて比較回数は使用される乱数によって変わるので、それは確率変数になります。その確率変数、今 XA と置きましょうと。これは入力を A とするときの段卓クイックソートの比較回数であって、A だけ決めても、比較回数は決まらないで、これは確率変数になります。ですか？で、今考えたいのは、何かっていうとですね、この入力 A 配列なんですけども、配列の長さが10だったとしても、長さが10の配列っていうのはもう無限にあるわけです。だから実際この XA っていう確率変数は期待値なんですけども、この XA の例えばこの期待値っていうものも、これもちろんこの A に依存するわけです。ですね。で、まあ実際にですね、ちょっとシミュレーションをやってみたらこんな感じで。で、今この A として、これを持ってきます。これはですね、その、相当されている順序とは逆順になっているような、入力だけを考えて、それに対して、各 N に対して5050回実行する。こういうことをやってます。こういうことをやってます。で、これは N が、1から100までやってます。で、なんで5050回なのか、ちょっと、これはちょっと、まあ、間違えてしまって5050回やってしまったんですけども、まあ、これ質問を書きました。で、このまあ、薄いのが一個一個サンプルで、こんな感じになっていると。で、そうすると、例えばこの N が100の時を見てみると、まあ、その比較回数は多くても、まあ、950ぐらい、60から960ぐらいになっているというのがわかると思います。だね。で、この赤い点が、各 N に対する、この、比較回数の平均値です。その、このシミュレーションにおける、平均値です。で、青いのは、ちょっと見えないかもしれません。青い線があるんですけども、青い線が後で計算する、理論値、数学的に、求められる、ある値なんですけども、それが、まあ、割とこの赤いところ、この濃い赤いところと、まあ、大体一致してるかなって感じになっているということになります。はい。で、この青、じゃあ、この青いのは何なんだってことになるんですけれども、これがですね、ややこしいです。で、これを、なんだかやりましょうと。あ、で、じゃその前に、すいません。N が100のとき。で、この N が100のときですね、ここ。ここのところを、だけを、この切り出して、分布を見てみましょうと。で、こんな感じ。で、これは、だから今言ったみたいに、N が100のところで、先ほどは、縦軸が比較回数だったんだけども、今度は横軸が比較回数になっています。横軸が比較回数になっていて、その各比較回数が、何回出てきるのかって頻度を縦に取っています。ただ、これは、頻度分布なんで、本来は、いわゆるその棒グラフで書くべき
ものなんですが、ちょっと棒グラフを書くことができなかったので、ちょっとここでは折れ線グラフのようになってます。すいません。はい。それでですね、で、この赤いところ、これが、その先ほどのその赤い丸、濃い赤い丸で表されていた平均値です。で、まあ全体的に見ても、まあ N が100の時でも、まあ、これ平均値は650ぐらい。で、多くても、まあここら辺、860回ぐらい、870回ぐらいしか、比較してないということがわかります。ということになりますね。違うな、ここもあるんだな、ここもあるんだから、多くても970回ぐらい。だけども、そういうことは非常に少ないということになっているということが分かって、非常にここら辺ですね、この中で、500回から700回ぐらいのところに、非常に集中して分布しているということが分かります。よろしいですかね。で、まあ、こういうのをですね、数学的に解析したいということを今からやっていくということになります。ということになります。で、考えることは何なのか。先ほどこの XA っていうのを、定義しました。入力 A に対するクリックソートの比較回数。で、これ確率変数です。で、そうすると、この XA の期待値を考えたいんですけども、その A はもちろん A によって変わってくるわけです。で、その中でも、この先ほどのこの図のように、この N に対する依存性を見たいので、各 N に対して、この、比較回数の期待値がどのように変化するのかってことを考えたいので、ここでは、これを考えます。まず、この式を変えましょうかね。式を変えましょうかね。XA の期待値を考えたいんですけども、その A の要素数。これ A の要素数です。A の要素数っていうのは言い方を変えると、配列 A の長さです。この配列 A の長さを N とした、という条件がある配列の長さを N としたときの XA の期待値の最大値を考えます。だからこの最大値をどこで取ってるかっていうと、A という配列の可能性は無限にあるんだけども、その配列の長さを N に固定した配列を全部考えます。仮想的に。で、その中でこの XA の期待値の最大値を取りますということです。で、もちろんというか、この A の、可能性としては無限にあるので、この最大値は存在しないかもしれないんですけども、実際はあります。定義、なんだろう。数式上は、この定義だけからは、この最大値存在しないかもしれないというふうに思うかもしれませんけども、これは実際あります。ので、それを、これ XN と置くことにします。いいですか？わかりますかね？いいですか？要素数が N の配列を全部考えて、配列 A を全部考えて、それに対する XA の期待値の最大値を考えていると。これ、第2回目ぐらいの授業の時に、ユークリッドの誤助法の計算量を考えるときに、なんかそのユークリッドの誤助法、入力 A と B っていうのが与えられるっていうことを考えていたんだけども、その、A の値をなんかこの、取ったら、その値以下のところでの最大値を取るとかってことをやったと思います。その時と気持ちと同じです。だと思ってください。で、これは、期待値の最大値なので、これは実数です。X というのは実数です。いいですか？実数、つまりその確率変数ではない。確率的に依存するものではないということです。N を決めたら、1個で決まります。で、この XN が小さいということを言いたい。具体的には XN のオーダーが N の N となることを言いたい。ってことを今から、示していきます。で、そのために、この XN が満たす全化式を導出します。ですかね。で、それを今からやっていきます。ここは、ちゃんと当て、それで、この XN のことを最悪次期待比較回数と言います。これは時期ではなくて、最悪次時期です。最悪次期待比較回数です。だから、EXA、これが期待比較回数なわけです。で、それの最悪時、マックスを取っているというふうに思ってください。いいですかね。やっていきましょう。ではですね、その数学的にやっていくために、まずこの XN の N が0の場合、どうなるかというと、先ほどのプログラムにおいては、配列が要素を持ってなかったらすぐ終わる。で、その G という文字出力していませんでしたから、X0 は0になります。
では、n が1乗のとき、どうなのか考えましょう。今、xn の定義もう一回書くと、xn っていうのは、マックス、ちょっと場所が悪いですね。xn は、どういうふうに定義したかっていうと、マックス e の xa で、a の要素数が n。こうですね。だったので、この xn を与えるような a っていうのはこれ存在するわけです。だからそれを今 a としましょうと。だから、xn イコール exa となるような長さ n の配列 a っていうのがあるので、それを a とします。ちょっとだから同じ文字で置くのはあんまり良くないかもしれませんけども、まあそうしましょうと。そうすると、どうなるかっていうと、この xa、今、この a という入力、その最悪時、帰宅回数を与える a というものがあって、それを今入力しましょうと。で、それを入力したときに、そのランタククイックソートは何を行うのかっていうと、まずピボットを選びます。ので、ピボットを選んで分化するってことであるので、それを先ほどのその前進問題における1ステップだと思って、その1ステップ進んだ後の状況で場合分けしましょうということをします。で、それがこうなります。で、そのピボットとして選んだ要素が AI プライムであるという状況で、それに応じて場合分けすると。まあ、その AI プライムがピボットであるという条件のもとで XL の期待値は何でしょうと。で、それが AI プライムの i が1から n まで動くという形で場合分けされるということになります。で、初めに言った通り、この AI プライムっていうのは A の中で i 番目に小さい要素を表すというふうに思ってください。ですかね。で、これをですね、しっかりと考えていって、この後ろ側の確率が何であるか、前の条件付き期待値が何であるかということを考えていきます。で、後ろの方の、確率は、これは簡単で、これは n 分の1です。すべての要素が同じ確率でピボットとして選ばれるからです。ね。じゃあ、前の方はどうでしょうと。で、ここがややこしいところです。で、これをちゃんと考えていきます。今、これ先ほどと同じ式です。で、今、この AI プライムはピボットであるという条件のもとで考えますから、その時に何が起こるかということを考えましょうと。で、今ですね、この A という配列には、A という配列の長さはこれ n なわけです。で、AI プライムっていうのをピボットとして選んで、左側に AI プライムよりも小さいもの、右側に AI プライムよりも大きいものっていうのを選んで A1、A2 とするっていうのが、アルゴリズムの流れでした。で、そうすると、AI プライムっていうのは A の中で、i 番目に小さい。ような、要素でした。ということは、A1 には何個要素があるかっていうと、ここに i-1 個要素があるわけです。で、残りが AD ですから、AN の残りには N-i 個要素があるということになります。で、それはここに書いてあります。いいですか？で、そうすると、これ A1 っていうのは、で、だから今こ、からここの、この、クイックソートっていうのは、A1 と AN に対して、再帰的にこの、アルゴリズムを実行していくことになるので、A1 に対するその比較回数っていうのの期待値っていうのが、E の XA1 になるわけです。で、右側の方は E の XA2 になるわけです。いいですか？で、重要なのは何かっていうと、A1 の長さは i-1 なので、これが small x の i-1 以下になるということです。なんでかっていうと、申しますね。これ XIS っていうのは、長さが i-1 の配列の中の期待比較回数の最大値だったわけです。だから、この A1 というその特定の配列に対する期待比較回数と比べると最大値の方が大きい。まあ、イコールの場合もありますけども、この向きの不等式が成り立つことになるわけです。ですか。で、同じように、この XAD の期待値は、xn-i 以下になります。なんでかっていうと、a2 の長さが n-i だからですね。ということで、これですね。この式が得られるということになります。はい。で、そうすると、何がわかるかっていうと、この、ai プライムがピボットであるという条件のもとで、xa の期待値は何になるのかっていうと、これは、これ書いてないですね。これちゃんとやると、AI プライムがピボットであるという条件のもとで XAI の期待値は何になるかっていうと、まず、
AI プライムと AI プライム以外の A の要素を一つずつ比較します。ので、その時の比較回数が N-1 回必ず必要になります。で、その後、再帰的に、XA1 の、クイックソートを行って、A1 に対するクイックソートを行って、A2 に対するクイックソートを行っていってるんで、そこに対する比較回数が、XA1 と XA2 になるんだけども、期待値の線形性がこういうふうにバラバラになるということになります。よろしいですか？だから、ちょっとこれはちゃんと書いた方がいいですね。ちゃんと書きますね。今言ったのは何かっていうと、いつでも N-1 回かかって、で、分割した後の A1 と A2 に対して、最終的に実行するからこうなるということです。で、期待値の線形性から、これは N-1 プラス2の XA1 プラス2の XA2 となりますよ、ということなんですけども、ここの部分。この部分がさっき言った通り、この AI プライムはピボットだったという条件から、前の部分が XI-1 以下で、後ろの部分が XN-I 以下になるということになります。ということで、ここの部分ですね。ここの部分が、これ以下ですよと。これ以下ですよということが分かりましたと。ということで、この式出てきます。よろしいですか？で、この式は ややこしいので、整理しましょう。こんな感じになります。で、いきなりこれ出てきて、まずこれ N-1 が、これ、N 個あって、N で割ってますから、N-1 そのまま前にプラスで出てきます。他のとこですね。XI-1 プラス XL-I っていうのがあるんですけども、ちょっとここの部分だけちょっと取り出してこれやってみますね。これやって、時間がないから大丈夫かな。XI-1が、1から n まで、和を取っているので、これは、i を0から n-1 にすると、xi の和になると。そうですね。これはいいですね。で、じゃあ、i が1から n までの xn-i。これやってみましょうと。で、そうすると、これ、i を n にすると、n-i、これ0なんです。だから、これちゃんと書くところだから、これ n-1 プラス、n-2 プラス、点点点プラス x。こんな感じですね。こうなってますね。ってことは、これは、和を取る順番を逆にすると、xi を i が0から n-1 まで和を取ってるものと同じなわけです。つまりですね、ここの部分とここの部分は和にしてしまうと同じになる。しかも、同じになる。だから、ここがこの 2xi も和になっているという部分に出てきているということになります。よろしいですか？ということで、全化式が導かれたということになります。どういうの人化式か。こんな形になります。x0 は0で、n が1以上の場合には、こういう不等式になるという、こういう、形の全化式になりますね。で、こうすると、で、これ解きたいって言ってるんだけども、まあ、またこのですね、不等式がいやらしいんですよね。で、こういうのはですね、第2回かな、か3回の授業の時にもこう出てきたんですけども、解きにくいので、どういうことを考えるかっていうと、この不等式をですね、等号に変えた電化式考えてみましょうと。こうですね。今、それは別の数列なので、これ TM っていう別の数列でこう、今書いてます。ね。変えたのはこの不等式、不等号だけです。で、まず重要なのは何かっていうと、この XN と TN を比べると必ず XN が TN 以下になるってことです。ですね。で、これは、ちゃんと、証明してください。第3回目の授業の時には、これを使わないでも、最終的に、これを使って、推測をして、推測した結果が正しいことを最終的に数学的機能法で証明するっていうふうにやってたんですけども、今回はですね、この TN っていうのを、これ、真面目に解くんで、まずこれは確認してください。確認してください。はい。で、そうすると、で、今からやるのはこの TN っていうのを、という数列の一般項を求めます。で、そうすると、これ TN イコール、なんとかっていうふうに、この形でこれがわかるので、そこから XN がこれ以下、という結論が得られるという形になります。なので、それを言うためには、この不等式がちゃんと正しいことを証明する必要があります。で、これはちゃんとやってください。ちゃんとやってください。はい。で、今からやるのはこの TN。
という数列の一般項が何になるのかということを求めるということです。で、今これ N が1以上のときの知識を書いてます。で、先ほどと同じように、前進問題のときと同じように、ここの和が嫌なので、これ和を消したい。で、N 分のも嫌なので、これ N 分のも消したいということもやります。で、まずはずらしたものを考えましょうと。そうすると、こんな感じですね。で、これは、1を大きくしてますね。1を大きくするようにしてます。で、そうすると、N が0からスタートするという形になります。ですね。で、そうすると、この2つが共通するところで考えて、の前にか。まずこれ、N を払ってますね。で、ここで N を払ってます。これ、順番はどちらでもいいんですけども、この N を N プラス1を、両辺にかけるということをして、これを得られますと。で、これで、下から上を引くのかな？そうですね。下から上を引きます。で、そうすると、左辺の方はこれそのままですね。で、右辺の方を見ると、こことここを見ると n 乗は消えます。で、の方の方 2n になりますね。ですかね。これ、上の方、下の方が n 乗プラス n で、下の方が n 乗マイナス n ですから、下から上を引くと 2n が残るという形になります。で、後ろの方ですけども、この和の範囲が、下が n、上が n マイナス1ですから、i を n とした 2tn だけが残るという形になります。で、そうするとこれは tn プラス1と tn しか、この t に関する部分出てきてませんから、いわゆる二項完全化式になるわけですね。で、これ解けるという形になります。で、ちょっとこれ整理しましょう。で、これ先ほどの式です。で、これ整理するんですけども、これ先ほどの式じゃないですね。これ先ほどの式を整理して、左側に tn プラス1、右側に tn だけを持ってきた式になります。で、これちょっと、tn プラス1の前にこのついてるのが嫌なので、これを消すために、ここはちょっと技巧的ですが、両辺を 2tn プラス1、tn プラス2で割ります。で、そうするとこんな形になります。ですね。これ別に2はいらなかったかもしれませんけども、あんまり本質的じゃないんですけども、こんな形でやってみます。で、これ、n が1乗の時に成り立ちます。で、それすると、ここの部分とここの部分っていうのは同じ格好をしてるわけです。何かっていうと、ここの部分ですね。この部分の n を n プラス1に変えると、これになると。嬉しいですね。ってことなので、それちょっと、見やすくするために置き直しましょう。今、この式、これを sn と置くと、この式は、左辺が sn プラス1、右辺の第2項が sn になります。で、n プラス1、n プラス2分の n っていうのは、これは、分数分解をすると、ここに書いてあるように、n プラス2分の2マイナス n プラス1分の1になります。これ、分数分解ですから、分数展開って言ったかな？ちょっとなんか、用語が、分解って言ったか、展開って言ったか、ちょっと忘れてしまったんですけども、同じことなので、ちょっと表記揺れがありまして、をすると、こうなるという形になります。ので、こういうふうに書きましたということになります。という形で、n が1以上のときには、この式が出てくるということがわかります。で、じゃあ、n が0のときはどうなるんだろうというふうに見ますと、この式から、t0 を 2×1 で割ったものになりまして、t0 もともとこれ0でしたから0になるということになります。でですね、後々 S1 が必要になってくるので、S1 今から計算しておきます。で、そうするとこれは定義から T1 を、4で割ったものになるんですけども、T1 は何なのかと言われると、この式ですね。この式からわかるんですね。そうするとこれは、N を、この式からわかんないですね。この式からわかんない。この式からわかんないんですけども、T1 は何なのかと言われると、この式からわかんない。ちょっと待ってくださいね。もともとのこれですね。ここからわかるからですね。ここからわかる。これと計算すると、t1 イコール、1マイナス1プラス、i が0から0までの、1分の 2t0 と。こうなるわけですね。で、t0 は0でした。から、これ0になると。そうですね。だから、ここですね。この t1 これ0だということなので、s1 も0になるということになりました。
はい。それで、これで、S に関する、全化式ができまして、これ解けそうですよね、と。これ、だからつまり、この Sn プラス1は、なんとかプラス Sn って形なので、これも先ほどと同じようにですね、全身分断の時と同じように、n をどんどん小さくしていくと、ここになんか余分なものはどんどんくっついていくって、このくっついていくものをちゃんと追っていけば、できますね、って形になります。それやっていきましょうと。今、この式は n1 以上に対して sn プラス1だったので、左辺を sn にして、ここを n2 以上にしましょう。で、そうするとこういう式ができます。で、そうすると今、一つ、素数減らすとこれが出てくるっていうふうになってるんで、もう一つこれやると、ここに出てくるのは、この n を、n マイナス1にしたものができますね。で、これずっとこれ続けていくわけです。で、続けていくと最終的に、n が2以上なので、ここが1のところで止まります。で、こういうのが出てくると。で、そうするとこれ何が起きてるかというと、これはですね、ちょっとどうしようもないんですけども、他のところを見ると、こことここですね。こことここを見ると、これは、都合、これ合わせて n 分の1ができます。そうすると、こことここですね。次。ここも合わせると、ここで、n マイナス1分の1ができる。こんな形になってるわけです。ですかね。そうすると、ここですね。ここは何が出てくるかっていうと、ここはですね、同じようにやると、これ3分の1がプラスで出てくると。こんな感じですね。で、S1 はさっき0と言いました。だからそうすると、ここに出てくるのは、n プラス1分の2プラス n 分の1プラス n マイナス1分の1プラス点点点プラス3分の1マイナス2分の1です。ですかね。で、これはちょっと見た目が嫌ですよね。見た目。でもこれは正しいと。で、これちょっと、で、整理していきたいという形になります。で、まずここまで書きましょう。まず。こんな感じですね。で、そうしたら、なんかここの見た目がですね、この見た目が、先ほどやった調和数に似てるので、調和数を使って書くということをしてみましょう。で、そうするとこうなると。そうすると、n プラス1分の2を n プラス1分の1と n、ちょっと書きましょうかね。だから n プラス1分の1プラス n プラス1分の1、n プラス1分の2を分けて、プラス n 分の1プラス点点点プラス3分の1で、ここまで来ます。で、調和数を作りたいんで、ここに2分の1プラス1をします。で、そうすると、余分なものを足したのでこれ引きますね。で、残りの2分の1、また引いてみあげると。言うと、これが出れると。あ、なんでかっていうと、ここの部分が、hn プラス1だからですね。はい、ここに書いてあるものが、そのままここに書いてあると。となります。で、そうすると、ここの部分整理すると、これマイナス2かな？で、出てくると。という形で、n が2以上の時にこの式が成り立つということがわかります。いいでしょうか。で、この式において、じゃあ今この式においてですね、無理やり n イコール1とすると、h2 プラス、2分の1マイナス2ができます。で、これはですね、何なのかというと、h2 は1プラス2分の1ですね。で、プラス2分の1マイナス2ってのが出てくるので、これマイナス1になりますかね。これマイナス1じゃない。これ0ですね。0ですね。ってことになって、これが S1 と等しいことになるので、この式自体は、Sn が1の時に成り立つということがわかります。いいですか？じゃあ、n0 とすると、どうかっていうと、h1 プラス1分の1マイナス2ができます。で、h11 ですから、これでもう0なんですよね。で、これだから s0。だから、この式ですね。この式は、s が、n が0の時も成り立つということがわかります。つまり、この式ですね。この式は、n が0以上だったら成り立つということがわかります。ですかね。ということで、n が0以上のところで、この式が成り立つということがわかったということになります。で、元々も求めなかったのは tn という数列でした。で、tn 何だったかっていうと、tn っていうのは、sn に 2×n プラス1をかけたものだったということだったので、それ実際に戻してあげるとこうなるということですね。ね。いいですね。はい、そうですね。こうなるということで、tn が一般項を求まりましたということになります。で、先ほどですね、ちゃんと証明してくださいねっていうふうに言った通り、この xn は tn 以下
なので、で、XN というのは何だとかっていうと、MAX の、XA の期待値、けども、A の要素数が N であるものだったので、この XN が 2×N プラス 1HN プラス1マイナス、あ、プラス2マイナス 4N プラス1以下ですよということがわかるということになるわけです。よろしいですか？これ次のページに書いてありますけども、ですかね。こうということですね。従ってこうなりますということで、結論が得られたということになります。で、この部分ですね。ここはだいたいこのログ N プラスオーダー1でしたから、これ全体としては、これは、オーダー N ログ N になると。ここに N がありますからね。ということで、きっと欲しかった結論が得られるということになります。あ、書いてありましたね。こんな感じですね。はい。ということで、欲しかった結論が得られましたということになります。よろしいでしょうか。はい。で、ここまでで分かったことですね。結局、この、今はその最大値ですね。この、A が N であるような、入力 A に対して、期待、比較回数の最大値が、先ほどの式で抑えられるっていうふうに言っていたので、特に、長さが N であるような任意の入力に対しても、この式に出しますよと。これ、先ほどこのなんかマイナスなんとかとかついてましたけど、それちょっと今、省きました。まあ、それ省いても、この不等式に出すので、見やすいところだけで持ってきましたと。となります。ですかね。だから最悪の場合は分かったので、どんな入力に対しても、期待値はこうなるということが分かったということになります。で、そうすると、まあ、先ほど、前進問題の時と同じように、マルコフの不等式を適用すると、この期待値、の上限、上階の2倍よりも、比較回数が大きくなる確率っていうのを、マルコフの不等式から、導いてみると、2分の1以下になるということがわかります。ですね。あ、つまり比較回数が 4×n プラス1、ログ n プラス1を超える確率は高くない。まあ、高くないっていうのは、まあ、2分の1を超えないということになるわけなんですけども、まあ、これ先ほどと同じようにですね、前進問題の時と同じように、次の浮上階の技法のようなことを使うと、実際にこの確率がですね、N を大きくしていくと、0に近づくということが言えます。ただちょっとそれは、ここではちょっと時間もありませんし、少し技巧的になるので、やらないということにします。それはここに書いてあることですね。次の浮上階の技法を使うと、N が無限大に近づくときに、この確率が0に近づくということを証明できます。けども、ここではやらない。もし、興味がある方は、ぜひやってみてください。ちょっとこれ難しいと思います。ちょっとだいぶ難しいと思いますけども。はい。で、もう一度これ、先ほどの線見てみると、まあ、実際この青い線。これは先ほど設計算したこれです。この TN です。ということになっていて、まあ、よく合ってるな、という感じになるということになりますね。はい。では、まとめをしましょうと。今日は、典型的な何とかアルゴリズムの解析をやってきました。まあ、前進問題っていうのは、まあ、おもちゃのような例ですけども、よくわかる例だと思うので、いいかなと思います。ランタククリックソード、これは、実際によく使われるというか、よく例としても現れるものなので、こういうふうに実際にこの解析できるんだなということを、身をもって体験してもらうというのは重要だと思うので、今回やってみました。演習問題の方でも、同じような、例があったりしますので、ぜひ取り組んでみてください。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。